はい、どうもダルですっていうわけなんですけどね、はい、いやね、今回は三角スタンドのねイベント、秋の感謝祭2024がね終わりましてね、ちょっとサロンメンバーとですね次の日に、ちょっとだるま山に散歩行きたいと思います。ちょっと富士山ね、見れるかどうかわからないんですけども、ちょっとね行きましょう。はい、まあ何か1時間と1時間40分かな、まあ、軽く山、まあ伊豆に来たんやったら山も登らなあかんなというところにね行きたいと思います。はい、じゃあサロンメンバーゴーシ君、54番ゴーシ君、小原沢さん、この3人で回りたいと思います。こんな感じで登ってますけど、小原沢さん、ゴーシ君の背中見てください。はい、背中どうせよお前何個ボケんねんお前何個ボケんねんお前はおかしいことありますよ。おかしいことしかないよお前、逆にそれが標準かよ話だよお前ああいとさそれは確かに、はい、え一緒でしょ一緒じゃん、こんだけ終わった一緒じゃん日を認めろよ、まずなんで全力で開けとるやんけ一緒なわけないやろ、お前走ったりしたら落ちるやろ、こんなもん今日走る予定ないんですよねじゃあ一緒じゃないですかどこでこういうとこよこういうとこよ、お前は走ったりとか、なんかちょっとしゃがんだりしたりしゃがんだりとかいろんな、あんだけ頑張ったりしたら結構なちょっと傾けただけで落ちんで、ね、ああお前なかなか絵が面白いなそうですね、遠目から見たら遠目から見たらいやそういうことですよ。あ、パンツ熱くないんですか？え、熱くないんですか？熱くはない、これ1枚あんま中、つけるけど、あー面白い、昨日からずっと笑いっぱなしですわ腕出してる方が熱くないんだよ。いや、焼けたいですなんだよ、いや、焼けた方がかっこいいじゃないですかっ日焼けしたい、日焼けしたいです。あ、真っ黒になる面白いじゃん、それもう冬の方行ってるやんけ、それ6月ぐらいにいるやつやぞ、サロン行くしかないやんけ、そんなもん。山で焼けたい。あ、山で焼けたい。でも最近結構困るのが、どこでも行ってきたんですか、焼けすぎて、うん、どこでも行ってきたんですかってめっちゃ言われるんですけど、うん、普通に日帰りばっかりしてるんで、うん、そのトーク行かないんですよ。でもトーク言ってもあれ結構すごいあれじゃないの、高い山行ってんちゃう、100メートル目指してるから。そうですね、最近はスカイさんすごいんで、どこの山、近所ばっかりだよ、険しい山行ってるから焼けるよ、そりゃ。尾瀬も行って、はい、おあと平ヶ崎行ってきたわ。あ、そうだね、はい、入港火打ち、おお、すごいね、100名さんが、あと何本やったっけ。あと15です。あ、15ね、はい、じゃあ来年終わりますね。終わる。あ、こんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。百名山からの呪縛で来年終わる。あ、おめでとうやで。呪縛って何やねん、その。いや、もう。マイナスワード。いやいややってる感すげえやんけ、お前。もうマジで、そうっす。そうっす、言うなよ。もっと。スカイさんとか百名山じゃなかったら絶対買うもん。ああ、なるほどね。ネガティブ100名さんや、ほんと二度と行きたくない。そう、スカイさん二度と行きたくないらしいっす。アドちゃんはスカイさんが2番目で聖岳がしんどいって感じ、重装したら。そうっすね。いやでも聖岳って、あの、日帰りで行きたいですよね、マジで、はい、何でも日帰りで行くな、ほんま。行けるところは挑戦したい、かっこええやんかっこええ、ボロボロになるけど、ボロボロになるけど挑戦したい。そうです、日帰りハイカーゴーシでいいやん、うん、はい北九マッハ、今チャンネル登録者数何人が。今196です。あ、もうちょっと200やん、ほんま。もうちょっと200です。いいやん、
俺100から200で一番苦戦したら300、3ヶ月ぐらいかかって100から200行くの。100はなんとなくすぐ行けるけど、100から200ってめっちゃしんどいな思ったもん。最近は、あれですね。何？ GoPro こうかざしとったら、YouTube してるんですかって言われるって、うん、登録させよう。いや、はい。行政から。登録してくださいって言ってます。うん、よかったら登録してくださいって言ってます、うん、その後解除されるパターンじゃんそれ。あ、それで、まあ、それはそれでいいっすよ全然。でもそれでも196人やろ。うん、それ何人ぐらいで喋ったんそれで。それで多分今10人くらいじゃないですかね。あ、10人ね、うん、いいじゃないですか。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。昨日も伺いました。あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日も飲みすぎで大丈夫だった。あ、なんとかなんとか振り絞って歩いてますよ。はい、おはようございます。天気いいからね。あ、だからあの車の量がいいですね。手軽に行けるっすからね、2時間っていう。山頂よ。山頂着くよ。カメラ回してる？今回してます。回してる？手首巻かへんの？そう怖いでしゃないわ俺が。はい、行きましょう。あ、着いた。富士山。富士山ね。お、富士山すげえ。あ、あるやん。すげえ。お、すげえ。あ、最初見えへんかったのに嬉しい。全然雪なんてないやんすか。ですね、断頭やん。 あの辺がすごいハンモックできるんですよ。あ、そうですね、気持ちいいんですよ。だからまた今度行った時ちょっとゆっくりしましょう。これハンモックやってゆっくり帰ろうかなと思ったんですけどね。ーコーヒーでも飲んでばったけど、まあええわ思って。ここはでもいいですよね、景色が。うん、素晴らしい。いつ見てもこんなお気軽で低山ないで。低山ってもう1100何メートルのが金華山。金華山どこや。あ、これか。金華山816メートル。これでも816メートル、すごいよ。立派立派。はい、帰ってもうちょっと下山です。いますか。あ、ほんならバリバリ映ってるんで、もうこの席で。あ、マジですか。はい、無事下山しました。今からですね、お寿司、妻のね、座敷のお寿司屋さん、に行きたいと思います。それからお風呂入ってね、大阪帰りたいと思います。はい、寿司屋着きました。え、カメラは。あ、いいよ、そこよ。大事だろ。寿司撮ろうよ、さっきの伊豆の美味しいもの撮ろうよいう話すでんやん。いいや毎年ここっすよ。ここっすね。そうここです。ここで閉めていきますね。ありがとうございます。はい、というところで、こちらのお寿司12貫セット280円、ジャンシー2800円ですね。10の単位間違えてみました。2800円、いただきます。280円やったら1秒で潰れるやんこの店ということになってます。はい、ですね、今、サロンメンバーと解散しまして伊豆箱根鉄道の大人駅というところにいますね。はい、そこからですね、今から大阪帰りたいと思います。いや、今回もですね、サロンメンバーの方にたくさんね、手伝っていただきましたね。非常にね、有益な、三角スタンドのイベントになりました。本当ありがとうございますというところでね、またですね、大阪回転で明日韓国かな。まあそんな感じでちょっと行きたいと思います。はい、じゃあ次のチャンネル終わりにしたいと思います。まあそんな感じで、ほな、さよなら。